ガチでこいつ潰したいと思った時って一軒一軒別で訴えてくるんですよ。お金持ちは敵に回さない方がいいですよ。なんかそのこれ、これさなんかあのよく他人のトラブルに口突っ込んでますよね。<laughs> あのまあ僕もそれやるので割と面白みはわかるんですけど、あの気をつけないと、あのガチで訴えてくる人が来た時に結構面倒なことになりますよ。 あの普通の人って裁判で訴える時ってまとめてて訴えてくるんですよでもガチででこいいつ潰したた思った時ってて一件一件別で訴えてくるんですよ普通弁護士さんに頼むって訴えられましたじゃあ弁護士さんに頼みましたっていうので勝ってお金を払わなくてもいいですっていうことになったとしても弁護士さんに100万円ぐらい払わなきゃいけなくなっちゃったりするんですよ。 例えば1,000万円払えっていう裁判をされた場合って払わなくていいって0円になったとしても1,000万円を0円にしたんだから成功報酬をくださいって弁護士さんに言われるんですよ。なのでなんだかんだ言って100万円ぐらい払うんですよ。で1,000万円で訴える方って弁護士使わないと1万円かかんないで訴えれると思うんですよね。要はあの飲酒税っていうのを払うだけで1,000万円の訴訟が可能なんですよね。ちょっともうちょょっっととももういいいかししれないけど税の計算してください っていうののがあるので、こいつガチで潰したいと思った場合ってそのまとめてコレコレさんを一発1,000万で訴えるんじゃなくてそうすると10回訴えられるんで全部勝てなかったとしてもコレコレさんは10件に対して100万円払わなきゃいけないので結果として弁護士に1,000万円払わなきゃいけないことになっちゃうんですよ。 っていうのがあるので炎上系の人って有名になって稼げてるうちはいいんですけど本当にめんどくさい人を敵に回した時に結構めんどくさいことになりますよ、はい。なので気をつけてください。あとねあのねお金持ちのめんどくさい人っていうのを敵に回すとねそれはそれでもっとめんどくさいんですよ。はい 今1,000万円って話をしたんですけど例えば損害賠償10億円っていうのを訴えてきた時って10億円の裁判なんで弁護士さんに出す時も手付金で1,000万円になるんですよ。っていうのがあったりするのであのお金持ちは適任回さない方がいいですよ。はい